ご紹介ありがとうございます。東京大学社会科学研究所の川田圭介と申します。えー、今日は、もつれという大きなテーマの中から、特にこの民意のもつれというものについて、えー、とご報告をしたいと思います。えー、最初にですね、この公開講座のオファーを受けたときに、まあ、もつれというテーマは決まっておりまして、ただ問題は僕はあまり語彙力がないもので、もつれって何だろうということで調べてみるとですね、まあ、非常に難しいと。 なので、えー、とまあ僕が最近やっている研究テーマの中から、ですね一番このもつれというものに一番ダイレクトに関係しているものが、この移民政策に関するまあ世論の分析でした。そして、えー、とこの分野の中で、ですね非常に実はこの民意というもの自体の研究がですね最近、非常に大きく進展しております。その大きな理由は、まあ、皆さん、多分報道等でご存知だと思うんですけれども、最近のインターネットの発達、あるいは SNS。 と呼ばれるですね、まあ、個人と個人との結びつき方がかつてとは大きく異なってきていると、その中で、私たちの世論自体がですねそのような技術進化に影響を受けているのではないかという視点から非常に多くの研究があります。で、今回はですね私自身の研究であります、この移民政策をめぐる民意の話を後半にやりまして、前半部分はその背景となる、民意というものをどのように考えていくのか、分析していくのかということについて、えー、と前半はご紹介したいと思います。 で皆さんご存知の通りですね、えーと、日本社会において、この民意、あるいは世論というものは非常に大きな関心を集めてきました。言うまでもなく、日本の政策というものは、まあ、基本的には世論、投票を通じた皆さんの世論の表明によって、政治家とか官僚が、まあ、意思決定を行うということになりますんで、えー、皆さん、私たちのですね民意というものは、まあ、学者もあるいは新聞社もですね、非常に多くの人たちが調べております。 で直近のですね大きな政策的なイシューとしまして、やはり移民政策というもの、あるいは外国人労働者政策というものがありますので、それに関しても非常に多くの議論調査が行われております。例えば、朝日新聞が2000、ごめんなさい、2000、今年ですね、10月からに行った調査ですと、まあ、政府は人手不足に対応するために法律を改正し、外国人労働者の受け入れを拡大する方針です。あなたはこの政策に賛成ですか反対ですすかか反対 といいう論調査を行いましたあるいはほぼ同じ時期に日経新聞もですね、まあ、ほぼ同じような文言で、この最近の政策に賛成ですか、反対ですかという民意を問う質問をしました。結果はこのような感じになっておりまして、ここでいう青色のところが賛成した人の割合です。赤色が反対した人の割合です。で、緑色が、えー、その他ですね、例えば回答しなかった方、あるいはよくわからないというふうに回答した方が緑色です。 まあ見ていただきますと、まあ、両調査ともですね、なんとなく青色の方が赤色よりも多いと、まあ、実際数値で見ても、ですね賛成だと答えた人は反対だと答えた人に比べて、一応多いです。ただ、ここで重要にありますのは、そうは言ってもですね反対だって答えた人もですねかなりいるわけですね。必ずしも世論というものは、ですね今の政府の政策に反対だって言ってる人ばかりでもないですし、賛成だって言ってる人ばかりでもないということが読み取れます。 あるいはは、えー、読売新聞はもう少し突っっ込んだ調査を行っています質問の最初の質問はですね、先ほどの朝日とか日経の質問とあまり変わらなくて、まあ、外国人労働者の受け入れに賛成か反対かです。で皆さんおそら、えー、ご存知かもしれないですけれども、現在の政府の方針ですと、あくまでも一時的に受け入れると、日本に永住してもらうことを前提にはしておりません。 そこで読売新聞はですね、外国人の定住を前提にした日本に移り住む、まず一般的に言う移民ですね、といったものに賛成ですか、反対ですかという追加的な質問もしております。結果はこのような感じになりまして、あくまでも受け入れ、一時的な受け入れに関しては、賛成の人の方が反対の人よりも多いと。読売の場合ですと、賛成の人が50%を超えています。対して、定住を前提にした移民になりますと、 実は反このようにですね、どのような政策を前提にするのか、政策のデザインをです、ね、微妙に変えただけで、民意が賛成になるのか、反対になるのかっていうのは結構変わってきます。さらに、これらの新聞はですね、当然、回答者の背景となる属性ですね、例えば男性か女性か、あるいは年齢層。 あるいは物によっては学歴とかですね、そういったものも聞いておりまして、そういった背景属性に応じて回答結果が変わってくるということもよく知られております。移民政策において典型的に出るパターンは、どちらかというと、定年層、若年層ですね、若者の方が受け入れに賛成しがちで、高年齢層の方が反対,に、えー、反対しがちだというような結果が出ております。このような感じで、ですね、まあ、いくつかの政策に関しては、民意というのは非常に割れます。 でそのようなコントラバーシャルな、非常に議論が多いような政策に対して、じゃあ、研究者がですねどういうことができるのかってことをまず最初に議論したいと思います。言うまでもないですけども、政策を決めるのは研究者では当然ないわけですね。まあ、そのような社会というのは、多分ろくでもない社会だと思いますんで、政策を決めるのはあくまでも国民の投票によって選ばれた代表,としてある代表者たる政治家か、あるいはまあその彼,彼らが選んだです、ね、官僚になるわけです。 じゃあそういった基本的には政策を最終的に決定する人間ではない研究者がやるべきことっていうのはおそらく大きく2つあります。1つは第1回の田野井先生のご報告にもあった判断材料となりうるようなエビデンスを提供すること。例えば移民政策に関して言いますと今のままいくと例えば財政状況っていうのは持つのか年金は維持できるのか医療費っていうのは維持できるのかこれはまあ一応客観的な 議論がでででききまますすすのここういった数値を示すことはできますあるいは他国の事例を見てその国に帰ってきた外国人の人がきちんと地域に解き込めるのかっていうこともですねデータをもとにあるいはさまざまな聞き取り調査をもとに議論することができますでこういったことをやるのがですね一つの重要な役割なんですけども実はもう一つ役割がありますそれは議論そのものを分析することです 今回議論したのはです、ね、移民政策に関する根拠の提供というよりかは、それをめぐる民意、世論、あるいは皆さんの中での議論ですね、について、研究をですね、紹介していきたいと思います。もっと具体的に言いますと、どのような人が、ある政策に賛成なのか、あるいは反対なのか、あるいはなぜ世論というものはですね、分断されているのか、賛成する人がいて、反対する人がいて、割れているのか。 あるいはどのような要素が世論に影響を与えているのか、こういった政策決定、あるいは民意の決定のですねプロセスそのものを分析していきたいというのが、ですね社会科学の一つの大きな役割になります。でこういった世論研究というものはですね非常に昔から行われてきました。で世論研究の一つのまあ非常に古典的な、あるいは常識的な主張としまして、私たちの持っている政治的な意見というものは、やはり 私たちが抱いている社会に対する認識に大きく左右されるでしょうと。例えば、皆さんがですね、日本社会に外国人の方はなかなか溶け込めないんではないか、言葉の問題もありますし、あるいは文化が違うと。溶け込めないんではないかと、もし皆さんが強く思っているのであれば、もしかしたら今の政策に対して反対されるかもしれません。あるいは、日本の財政状況は危機的であると。経済活動自体がこのままでは少子高齢化で持たないと。 どうしてもやはりですね、労働力の確保が必要だというふうに強く思ってらっしゃるのであれば、先ほどの政策に賛成されるかもしれません。皆さんが今の日本社会をどのように捉えているのかが、皆さんの政策に対する賛否を決定する一つの要因になるであろうと、この主張自体はですね、おそらくそれほど違和感がないものだと思います。ここから重要になるのはですね、ではこの社会の認識というものが何によって決まってくるのか。 もちろん、複数の決定要因はあるわけですけれども、一つの重要な要因は、ですねおそらく情報の取得であろうと。日本の財政状況というものを、多分皆さんはある程度、新聞でありますとか、テレビでありますとか、あるいはインターネットを通じて知ってると思いますし、海外において、ですね移民の方々がどのような生活をしているのかについても、ですね、まあ、知る手段はあると。どのような形で皆さんが社会に対する情報を得得てて取得して 皆さんの社会意識がどのように形成されて、結果として世論がどのように変化していくのか、これが一つのですね重要な研究課題となっています。そして、この世論研究というものは、現在改めて非常に大きな注目を集めています。理由は、最初に申し上げた技術変化にあります。古典的な昔の社会ですと、私たちが社会に関する情報を得られる手段というのは限られていました。典型的には新聞、あるいは書籍ですね。 紙媒体で、ししししたたたそれががが時代のの変変化化ととととももににテレビとかラジオというものが登場してききままここでで非常に大きな変化がありましたで書籍からですね、まあ、テレビとかラジオというものに移り変わった瞬間にも、この世論というものがテレビとかラジオの登場によって大きく変化するのではないかということが大きく議論されていました、まあ、テレビ受けするような政治家というのが支持を伸ばしてしまうのではないかと結果として政治が劣化してしまうのではないか というふうな議論が1950年代とかですね、40年代とか、アメリカですと30年代、20年代からずっとあります。で、ある種それのです、ね、現代版というのが現在起こっております。なぜかと言いますと、インターネットの登場ですね、あるいは SNS の登場といったものが、私たちの情報の取得手段を大きく変えて、結果として政治のありようを変えてしまったのではないかということが、 えー、テレビとかですねあるいは研究者レベルでも視聴されてたくさんの研究がなされておりますちょっとではですね実例を示したいと思います、えー、僕自身ですねよくインターネットは使っておりまして、えー、特にこのグーグルニュースっていうですねニュースサイトをよく使っていますでこれでがですねグーグルニュースの画面になりましてトップニュースですね、えー、一番上にあるのが技能実習生まさに、まあ、外国人労働者に関する問題ですね でその次も同じでして入管法に関する話で最後があのオリンピックのサイバー問題サイ,、えー、とサイバー対策に関する問題のニュースが出ておりますちなみにこの中でこういった Google ニュースに限らずですねインターネット上のニュースサイトをよく使うという方はどのくらいいらっしゃいますかよければ手を挙げてくださいああほとんどの方がやはり使われるんですね で多分使われる方はですねご存知だと思うんですけども、こういったヘッドライン、す、ま、べ、あ、ての人に大体表示されるようなニュースだけではなくて、皆さんがこれまで見てきたニュースの閲覧履歴、どのようなニュースに興味があるのかということを、コンピューターが勝手に判断して、まあ、皆さんがこういう話に興味があるでしょうっていうふうなニュースも示してくれます。僕ののの場合でですすすすとこおめやつね えと僕自身、ちょっと開発経済学っていう、海外のことをやる分野も専門にしておりますので、まあ今日に関してはですね、こういった、えー、パキスタンの話ですとか、えー、とサウジの話ですとか、えー、これは韓国のやつですね、といったものがですね表示されています。あるいは、っ、えー、と後から気づいたんですけども、このグーグルのサイト自体がですね、僕の、えー、と家で使ってるパソコンと一致させておりまして、そのせいでなんかゲームの話も出てきておりますね。まあ これ自体はですねまああれなんですけども重要な点はですね私たちのこれまでの閲覧履歴を見てその中で私たちが関心を持つであろう内容をある種勝手に予測して表示してしまうとこれがですねニュースサイトというものが持っている一つの大きな特徴です多分新聞と比べてみてください朝日新聞とか読売新聞があなたこれが興味があるでしょうと一人一人に合わせて新聞の紙面を変えれるかというと変えれないですね あくまでも読売新聞を撮ってる人は、例えば東京版を撮ってるんであれば、全員同じ紙面を見ます。テレビのニュース番組もそうですよね。NHK ニュースを見るときは、皆さん同じニュースを見ます。ところが、インターネットのニュースサイトというものは、皆さん個々人の関心に合わせてニュースを見ることが可能です。この点が伝統的なメディアと大きく違うと。あるいはもう一つ SN、SNS ですね。 こちらもツイッターと,、Twitter、とかですねフェイスブックとか、まあ、たくさんソーシャルメディアとも呼われるやつはあると思うんですけどもこれらをですね、まあ、アカウントを持っていて、まあ、使っているという方ちょっと手を挙げてみてください、ツイッター以外でもこちらは6割ぐらいですかね、えー、と今、実はですねこちらもかなり大きな、えー、と私たちの情報を取得するソースになっています。 特に米国ですと、まあ、たくさん調査があるんですけれども、7割とか8割ぐらいの方がですねメインの情報ソースとして、こういった SNS を活用しているというような調査結果もあります。で、この SNS のですね一つの大きな特徴は、リツイート、ツイッターの場合はリツイートと言いますが、まあ、お気に入り登録みたいなやつができるんですね。例えばこれは東京大学が最近始めた、あごめんなさい。 えと政策評価研究センターというですね新しいセンターのツイッターのページなんですけども、まあ、この人たちがですね発信するニュースに興味があるという場合は、まあ、お気に入りに登録してですねこの人このセンターがですね何か発言するたびに自動的に自分のツイッターの、えー、アカウントにですね発言内容が入ってくるというような形に設定することが可能ですこれもやはり伝統的なメディアのあり方とは大きく違いますね。 全員に向かって同じようなニュースを発信するのではなくてその発信主体この場合ですと、えー、政策評価センターに興味がある人にダイレクトにニュースを届けると逆に言いますと興味がない人にはそのニュースは届けないあるいは自身が興味を持っていないような発信主体からのニュースは届かないということになります、まあ、このセンター自体は僕自身がちょっと絡んでおりましてかなり気合い入れてやってますんで、まあ、興味がある方はぜひあの お気に入り登録していただきたいんですけれども、もし皆さんが全然興味がないんであれば、ですね彼らが発信するニュースっていうのは、少なくともツイッターを通しては皆さんには入ってきません。このような形で、ですね新しいメディアというものは、やはり古典的なメディアとはかなり違いがあります。そして、このような新しいメディアの登場というものが、今の政治状況を生み出しているのではないだろうか。ということが、ですね今回の報告の前半部分のですね大きな主題になります。 で、この話自体は、ですね、東京大学の学部の1年生向けの講義でも、まあ、もうちょっと短いバージョンをやっておりまして、えー、それなりに関心を持って聞いてくださったんですけども、やはりですね、多くの学生さんがちょっとあの疑問を持ちます。僕自身、あの経済学者でして、なぜ経済学者がこういうことをやるんだということを、ですね、まあ、いろんな人がから質問を受けますんで、ちょっと時間を取って、ですね、なぜ経済学者もこういうことに関心があるのかをご紹介したいと思います。 経済学というと、ですねどうしても、まあ、お金の話をやる学問である、まあ、GDP とか株価とかですね、そういう風なイメージを持たれる方が多いんですけれども、実態はそうではなくて、ですねやはり我々もですね社会活動全般を広く分析すると、特にこういった世論というものはです、ね、非常に重要視されておりまして、当然、えー、と政治的な政策とかですねそういったものは世論によって影響を受けるとで、政策というものが経済活動に大きな影響を与えることは間違いないので、 経済活動のことを考えるとですね、どうしたところで世論というものは分析しなければいけません。あるいは経済活動の帰結としてですね、世論というものが決まってくる要素、の部分もありますので、まあ、そういうこともあって、ですね経済学者も盛んに分析をしております。ではですね、もう少しだけ突っ込んだ議論をしたいと思います。先ほど言いましたように、インターネットとかですね、SNS の流星というものは、政治行動というものを非常に大きく変えたんではないかというふうな主張があります。特に近年の傾向ですね えと日本の場合、かなり微妙なんですけれども、欧州でありますとか、アメリカで起こっていることというのは、俗に言う中道的な、まあ、中道右派とかですね、中道左派に分類される、まあ、伝統的な政党が支持を失いつつあると。米国の場合ですと、まあ、今でも二大政党が強いんですけれども、そうは言っても、個々の政治家レベルで見ると、俗に言う中道的な政治家が力を持っているというよりかはですね、どっちらかというと極端な主張をするような。 政治家が支持を集めているのではないかと、まあ、典型的な事例ですと、まあ、トランプさんになります。で、その背後にあるものがですね、おそらく世論の二極化というものがあるんではなかろうかと。まあ、中道的な意見を持っているような人たちが減って、非常にまあ党派的な、俗、えー、に言う右寄りな、あるいは左寄りなですね意見を持つ人たちが増えているんではなかろうかとで。少なくとも米国においてはですね この世論の二極化というものが起こっているということは多くの実証研究から確認されておりますヨーロッパでもいくつかの国においてはそうですで、日本の場合ちょっと右左がですね非常に定義しにくいところがあっていまだに議論が続いているところですけどもやはり日本においてもですね極端な意見を持っている人たちがちょっとずつですが増えているのではないかというような実証研究もあります一方で世論のこのような極端な動きがあってもう一方で技術進化があった こういう時代状況を見るとですね、当然私たちは、この2つの間に何か関係があるんではなかろうかというふうに考えてしまいます。まあ、それ自体は自然なことだと思います。で、実際にですね、このような技術進化が、技術進歩が、先ほど言ったような世論の変化をもたらしたのではなかろうかということに関してはいくつか仮説があります。まず、インターネットとかですね、SNS の非常に大きな特徴というのは、誰でも情報の発信者になれると。 別に僕がですね、今から言いたいことがあって、ツイッターに投稿するということは、一応時間がちょっとかかりますが、ほぼコストゼロです。で、これ自体はですね、なんかいいことに思えるんですけれども、一方で、誰でも発信者になれるということは、誰でも嘘のニュースを流すことができると。まさに先ほどの田野井先生の話と密接に関係するんですけれども、まあ、この文脈ですとよくフェイクニュースという言い方をします。嘘のの情報というものを 発信してしまって、それを信じてしまう人たちがいて、結果として極端な政治傾向を生み出すのではないか、というふうな仮説があります。あるいは、先ほどお示ししましたように、インターネットニュースというものは、自分たちが見たいニュースを選ぶことができます、直接。あるいは、過去の私たちの閲覧履歴から、えー、お勧めされます、これを見てねと。あるいは、SNS 上のですね友達から、 ニュースを知ることができますし、あるいは伝えられることがあります。で、これ自体も一見いいことのように思うんですけども、自分が見たい情報しか見ないんではなかろうか、あるいは、よく似た意見を持つ人が伝える情報のみが伝わるんではなかろうかと。で、それぞれ名前が付いていまして、選択的情報接触、自分が見たいやつだけ見るというやつですね。あるいは、過去の閲覧履歴からお勧めされるということに関しては、まあ、よくフィルタリングバブル。 えー、インターネットがですね勝手にニュースを選択してしまって、結果として自,身自分が興味があるニュースだけを見てしまう、まるで泡に包まれているかのように、ですねでその泡の外にあるような、全然関係ないニュースっていうのは、全然触れることができないんだよっていうふうな可能性が指摘されています。あるいは、自分とよく似た意見の人との間でのび情報交換とか議論をする場合は、ですねエコチェンバーといいまして、自身の持っている政治的な立場というのがより強化されてしまうと。 例えば、もし僕がですね左寄りの意見を持っていた場合に、左寄りの立場の友達とばっかり話していると、どん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 左寄りに行くと。同様に右寄りだったらどん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 右寄りに行くと。結果として、極端な世論のですね分断というものが起きているのではなかろうかということがですね指摘されます。まとめて言いますと、どちらの要素もですね結局、多様性を喪失させてしまうと。いろんな情報に触れられる環境にあるはずなのに。 なぜか一部のですね偏ったニュースばっかり見てしまうんではなかろうかというのがこの仮説になりますもしかしたらですねこういった仮説はすでに新聞等々で見聞きされたことがあるかもしれませんまあ最近よくこういうことはですね報道されておりますなんですが先ほどの話はあくまでも仮説です本当にそうなのかどうなのかっていうことはきっちり確かめる必要がありますしなかなかですねこののインターネットとか SNS 議論というのはどうしてもですね党派的といいますか、まあ、政治的にも利用されがちです。なぜかと言いますと、もし皆さんがですね直近の選挙結果に何か不満があったとします。となると、ですね当然犯人探しがしたいわけですね。誰のせいでこんな望ましくない結果になったのかと。で、分かりやすい犯人は最近出てきたインターネットとか SNS ですね。重要なのはですね、SNS とかインターネットっていうのは、私たちが情報を取得する実質的な基盤になっています。 先ほど手を挙げてもらいました通おり、まあ、9割以上の方が使われております。で、そういったものに関する議論というのは、慎重になされるべきです。もっと言いますと、確かな根拠に基づくですね、議論をする必要があります。では、えー、と根拠となりうるような例をお示ししたいと思います。まず最初の例はですね、単純に比較しましょうという話です。インターネットとか SNS の利用者と非利用者との間にどういう違いがありますかっていうのがですね、当然最初に調べるべきことです。 でこれに関しては膨大な研究の蓄積があります例えば、まあ、朝日新聞のですね世論調査から、インターネットとか SNS をですね、まあ、主たる情報源にしている人たちの内閣支持率は高めであると、でまあ、麻生この話を受けて、ですね麻生大臣が言ったことで、まあ、インターネットとか SNS を見ないような人たちが自民党を支持してるんだということをまあ言いまして、それは多分非常に大きく取り上げられました。 で、まあ、これはですね、確かに一つの事実としてそうなんですけども、じゃあ、これをもってして、インターネットとか SNS によって、ですね、今の政治状況が生み出されたと言っていいのかというと、必ずしもそうではありません。なぜかと言いますと、もしインターネットとか SNS が実際に世論に影響を与えてるんであれば、確かにこれが原因だということを言えるんですけれども、実際には第三の要因があるわけです。 例えば、まあ、典型的にはですね、やはり SNS の SNS の利用者っていうのは、どちらかというと若い人が多いです、若年層が。で、若年層であるからインターネットとか SNS を使いますし、若年層であるから、まあ、どちらかというと自民党を支持しているかもしれないと。まあ、よく指摘されることですと、まあ、大学生のですね今、内定状況がかなりいいので、大学生向けの労働市場の状態がいいので、まあ、彼らは現況の政党を支持してると。で同時に 若い若あの新しい技術に関心があるので、SNS も使っていると。こういう状態ですと、一見すると SN S です、ね、SNS が世論に影響を与えているように見えるんですけども、真の要因は全然違うところになるという可能性があります。なので、単純に違いがありますよということだけをもってして、インターネットとか SNS が今の政治状況に影響を与えているんだということを言うと、非常にミスリーディングな。 まさにフェイクニュースとかですね、そういうことを研究したい研究そのものがフェイクになってしまうという問題があります。なので、慎重に議論しましょうよということで、まあ、いくつかですね、えー、とそのような実証研究をご紹介したいと思います。えー、このようなですね、SNS とかインターネットの研究というものは、やはり米国、アメリカがですね、先行しております。 当然、トランプさんの時にですね、かなり大きく取り上げられましたし、もっと言いますと、前のオバマ政権の時もですね、この SNS とかインターネットの活用というものは盛んに取り上げられましたので、研究の蓄積がかなり進んでおります。そして、一つ重要な点は、ですね、SNS とかインターネットがアメリカの近年の傾向を招いたのではなかろうかという仮説は、支持されておりません。 もちろんまだ研究が進んでなあの完全ではないので、この先、状況が変わるかもしれませんが、現在分かっていることからすると、SNS が例えばトランプ政権の誕生を招いた、米国において世論を二分化させたっていう仮説はあまり支持できません。例えば、一番上の研究に,、えー、におきますと、米国において世論が二極化している、極端な政治意見を持っている人たちっていうのは、若者層ではなくて、高齢者層です。 そして米国においても SNS とかインターネットを積極的に活用しているのはやはり若者層です。矛盾してますね。もし若者層が二極化しているのであれば、まあ、整合的な最初の仮説を支持するような結果ですけども、実際はそうではありません。あるいは、えー、っとインターネット上と既存メディアですね、まあ、新聞とか書籍とか。 っていったものを比べると、実はインターネット上の方が、より多様な情報に触れてるんだよというような結果もあります。これは多分分かりやすいと思います。新聞で多様な情報に触れようと思うと、いろんな新聞を買わないとダメですね。当然お金がかかりますね。対してインターネット上でニュースサイトに行くぐらいであれば、まあお金はかかりません。最初に朝日新聞に行って、読売新聞に行ってとかってやる分にはですね、お金は、えーまあ、一部有料な部分がありますけども、基本的にはかかりません。 なので、いろんな情報にインターネット上のほうが実は触れやすい。で、それはデータからも支持されるというのは結果です。で、最後の部分がですね、なかなか面白いですけれども、インターネット、SNS 利用者の方が、正しい政治的知識は実は豊富なんだというような結果も出てきます。フェイクニュースの仮説が正しいんであれば、インターネットとか SNS を使っている人の政治知識っていうのは、間違ってる傾向にないとおかしいはずですね。伝統的なメディアに比べて。 ただ、実際の、まあ、米国の話ですが、データを見ると、積極的にこういった道具を使っている人たちの方が、政治的知識、正しい政治的知識は豊富な傾向にありますよ、というようなことも示されております。じゃあ、日本ではどうなのかということで、まあ、いくつか研究をご紹介したいと思います。これはですね、えーっとまあ、情報工学とかマーケティングとかの分野の人たちがですねやった研究になりまして、 各ニュースサイトですね、産経新聞、日経新聞、あるいは朝日新聞とかですね、こういった各新聞とかテレビが持っているツイッターのアカウントに、お気に入り登録をしている人たちの政治的な傾向を示しています。朝日新聞をお気に入り登録している、つまり朝日新聞が発信するような情報をたくさん知りたいと、持っているような人たちが、右寄りなのか、左寄りなのか、平均的に見てですね。 どのような傾向にあるのか、そしてその傾向が産経新聞をお気に登録しているような人たちと違いがあるのかということを調べています。で、えー、と上からですね、どちらかというと右寄りの人たちが多いメディア、一番下がどちらかというと左寄りの人たちが多いメディアっていう形で並べておりまして、まあ、皆さん自身いろんなご感想あると思いますけれども、僕自身の感想から言うと、まあ、一番上が産経で読売とか上の方に来て、下の方に東京新聞が来るという傾向自体はですね、まあそんなもんかなと。 いうふうに思いますが興味深いのは実はそんなに違わないということですこの黒い点がですね平均的な割合を示していますでこの黒い点の位置を見ていただきますと例えばまあ、どちらかというと保守的な論調があると言われる読売新聞とどちらかというとまあリベラルなというかまあ、革新的なですね論調にあるかなとされる朝日新聞を比べてもですねそんなに違わないんですね この中で唯一違いが出ているのは、産経新聞と,、えー、と東京新聞です。それ以外の新聞に関しては、あまり違いがありません。でご存じとおり、日本の新聞の発行部数で見ると、朝日と読売と日経ですかね、が非常に大きいので、そういった多くの人が読むような、関心があるような新聞の中ではです、ね、あまり違いが見られないと。こちらはですね、えー、と各政党のです、ね、党首を、 お気に入り登録してる人たちの間で何か違いがあるのかを示している図です。ちょっと時間の都合がありますので、えー、と結果だけお知らせしますと、えー、と当時のですね自民党の安倍首相、まあ、今もそうですね、をお気に入り登録してる人たちと、当時の民主党の代表であります蓮舫さんを支持してる人たちの間で、実は政治的な隔たりはあまり見られないと。安倍首相を、えー、お気に入り登録してる人たちがですね、 高派的なあるいは右寄りな発言ばっかりしてるかというとそうではありませんし、蓮舫代表をです、ね、支持している人たちが、なんですかね、原発反対とかですねそういったことばっかりしゃべってるかというとそうでもないと。あまり日本においても、米国と同様ですね、大きな隔たりは見られません。で、これらの結果はですね、日本においても米国においてもですね、SNS というものが世論を分断している、あるいは今の政治状況を招いたとは、なかなか言いづらいということをですね、 示しておりますただし、やはりですね、先ほどの結果というものが、SNS とかインターネットが持っている効果を示す直接的な証拠と言えるかというと、ちょっと怪しい部分があります。あくまでも間接的な証拠です。もし、私たちがですね直接的な証拠を得たい場合、最も理想的な方法というのは、やはり実験です。どういうふうな実験をやるのかと言いますと、まあ、被験者ですね、実験の参加者というものを募ります。 で、最初にこの人たちは SNS を利用していないということを確認します。その後、この被験者の人たちをランダムに2グループに分けます。片方のグループに関してはですね、えー、SNS のアカウントを作ってくださいと。あとでご紹介する研究ですと、Facebook のアカウントを作ってくださいというふうに依頼します。もう片方のグループにはですね、そういったアカウントの作成依頼をしません。重要なのは、この2グループを完全にランダムに分けるという点。 先ほど言いましたように、現実社会において SNS を持っている人と持っていない人の間にはたくさんの違いがあります。多分年齢が違いますし、性別が違うかもしれません。そういった違いがあると解釈ができなくなりますので、もうランダムに分けてしまうと。それによって違いというものを生じさせなくすると。違いはあくまでも SNS を持っているか持っていないかだけに絞ることを、このランダム化実験というものは目的としております。で これ自体ですね、なかなか当然やるのは難しいんですね。お金の問題というよりかは、ですね、えー、と社会科学の実験においても当然倫理的な問題が出てきまして、倫理理解を通さないとだめなので、簡単にやれる実験ではないんですけども、すでにいくつかの国ではですね、こういった実験を行っています。えー、と両方ともですね、えー、とヨーロッパにおいて行われた実験です。先ほど言いました形で、Facebook のアカウントをですね、ランダムに作ってもらうと。 で、えー、と先ほど作ったですね2グループの間で、何らかの違いが見られるかどうかっていうことをです、ね、分析しております。で、結果はですね、フェイスブックのアカウントを持っているのか持っていないのかで、その人たちの政治的な活動、政治的な発言というものが変わるのかというと、やはりあまり変わらなかった、むしろ政治に対する関心をなくす方向に、一部に関しては動いているというような結果が出ております。 これもですね最初の2つの仮説とはあまり整合的ではないですね。まあ著者らの解釈によりますと、当然 SNS というものは政治的な目的だけではなくて、娯楽目的でも使えますね。僕自身、ツイッターを見ることはあるんですけども、例えばスポーツとかですね、あるいは僕の好きな音楽家とかですね、そういった人たちの発言は見るんですが、じゃあ、果たして当主の発言を見るかというと、僕自身はあまり見ません。なので 少なくとも世の中全体を動かしている力として、このような新しいメディアがですね、影響してるんだということを確認できている明確な証拠は現在のところありません。これまでのですね話を簡単にまとめますと、言いたいことはここです。全体としての効果は非常に不明瞭です。よくメディアとかで出てくるようなストーリーですね SN、SNS が世の中を分断してるんだということを支持するような根拠というのは現在のところほとんどありません。じゃあ、そういう場合に私たちが何をするかというと、 通常の研究者がやることっていうのは、小さなことからコツコツと事実を積み上げるということをやります。ここでいう小さなことというのは SN、SNS 全体の効果とかですね、インターネット全体の効果っていうのはちょっと大きすぎて、何が起こっているのかよくわからないので、それぞれが持っている個別の要素を取り出しましょうということをよくやります。で、残った時間でですね、僕自身が最近やっている研究についてご紹介したいと思います。ここはですね、最初に言った選択的接触というものに関心を絞っています。 復習しますと、インターネットの特徴というものは、見たいニュースを直接選べるという点になります。なので、自分が興味がないニュースは見る必要がない、あるいは見ることができないという大きな特徴があります。実例を挙げますと、これ、何のサイトか分かりますか僕自身は非常に興味があるんですけども、これはですね、サメウラダムというところの貯水量を表しています。サメウラダムというのは、四国にあるです、ね、大きなダムです。 で僕自身、香川県出身でして、香川県、大抵、夏になるとですね水が足らなくなります。で、僕が家に里帰りしようかどうかなと考えるときに、やはりですね今年は水大丈夫なのかということがすごく気になります。で、いよいよ水がなくなりますと、さすがに全国ニュースでも取り上げられますが、ちょっとないというぐらいですと取り上げてくれないんですね。なので、昔の状態ですと、サメウラダムの貯水量を僕が東京にいて知ることはかなり難しかったです。 多分図書館に行って地方紙見ないと分かりません。が、今の時代ですと、サメルアダムのホームページに行けばですね、簡単に見ることができます。ただですね、おそらくこの中にいら,いらっしゃる方の大部分はですね、このニュース多分興味ないと思います。あるいはこの情報を見せられてもですね、皆さんの政治的な意見が変わるかというと、多分変わらないですね。そもそも興味がないので。なので、こういったですね、選択的情報接触というものが、私たちの意見を変えるか変えないかというものは、必ずしも自明ではありません。 少なくともサメウラダムの情報が見れなかったとしても、興味がなくて見なかったとしても、多分皆さんの意見は変わらないはずです。じゃあ実際に、えー、とよりですね、さすがにサメウラダムは極端なんで、もう少しだけ、えー、今から考えていただきたいですね、政策に対して関連があるような情報に絞るとどうなるのかってことを調べました。えー、とインターネットを通じたアンケートをやりました。で、えー、と現状よりもですねより緩和的な、より積極的に外国人労働者の人を受け入れようというような政策への指示を聞きました。 でここではです、ね、4種類の情報を被験者の方、回答者の方に見てもらいました。1つは人口の予測、日本の人口予測、次は日本の交際残高、次が、えー、と日本にいる外国人の人の数、もう1つは、えー、と外国人の人の犯した犯罪の件数っていう4種類の情報の中から、2種類の情報を事前に回答者の人に見てもらって、その後にこの緩和的な外国人労働者政策を支持するかどうなのかということを聞きました。 でここで一つ工夫したのはですね先ほどのランダム化というものを使いましたどのようにランダム化したのかといいますと自分でこの4種類の中からどれを見るのかっていうことを選べる人たちと完全にランダムにコンピューターが勝手にですねこの情報を見てねという形で見せるグループを作りましたこちらがまあインターネット的な状況に近いだろうとでこちらがまあ完全にランダムではもちろんないですけども伝統的なですね状況に近いだろうとでそれで見ていただきますとこれがですね えと緩和的な労働市場政策に対すする支持率を表しています、えー、とこの点線の部分がですね50%の人たちが支持してますよってことを表しています見ていただくと、まあ、どのグループにおいてもですね50%を超えてませんのでまあ半分ぐらいの人たちが支持して半分以上の人たちがですね支持していないというような結果になりますで注目していただきたいのはまずこの赤い棒ですこれはランダムに情報を見せられた人たち 言い換えますと、どの情報を見たのか以外の背景的な属性、年齢とか性別に関しては、あまり違いがないように、人たちにおいて政策支持率がどう変わるのかっていうのが、この赤線で、ごめんなさい、表されています。で、まあ、なんとなくですね、この人口と外国人の人の数、あるいは交際とか外国人の人の数を見たグループに比べて、 えっと人口と犯罪とかですね犯罪と外国人の人の数を見たグループの方が政策に対する支持が低いように見えると思います。でこれに関しては赤線と大きく傾向が違いまして交際残高と日本の人口を選んでみた人たちっていうのはどちらかというと政策を支持していますし。 外国人の人の犯罪と外国人数を見た人たちはどちらかというと支持していません。これだけ見るとちょっと見にくいので違う図をお見せしたいと思います。ここですね、交際と,、えー、と日本人の人口を見た人たちっていうものがその他の情報を見た人たちに比べて政策を何パーセントぐらい支持しがちですかっていうことをこの図は表しています。で、この青い点がですね、その差を表しています。で、大体これがですね、えー、と7%ぐらい。 政策のがが高いといととううふうに読むことができます反対に犯罪とか外国人の人の数という情報を見た人たちっていうのは大体いいこちらも7%ぐらいですね、支持が他の情報を見た人たちに比べて低いというような結果になっています。で、これの情報を使うとですね、実はいろんなことがわかります。まず最初に、えー、と調べたことっていうのは、政治的選考に基づく情報選択というものが実際にされているのかということを考えます。 まずですね、まあ、背景となるストーリーとしまして、おそらく私たちはこの調査の前から、せえー、外国人労働者政策を支持しているのか、支持していないのか、事前の意見を持ってるでしょうと。で、この事前の意見というものがですね、当然、回答結果にも影響するんですが、情報選択にも影響するでしょうと。あまり外国人の人たちに入ってきてほしくないという人たちが、見たいと思うような情報。 外国人の人たちをどんどん受け入れるべきだというふうに考えている人たちが見たいと思う状況っていうのは違っている可能性があると。でもちろん、回答結果にも影響を与えますし、実際に見た情報というものがですね、回答結果にも影響を与えると。このようなですね、まあ、因果関係というものが背景にあるんではなかろうかと。で、重要な点はですね、情報 A をランダムに見せられた人の回答といったものは、何度も言っておりますが、背景情報っていうのは完全に、 まあ大体等しくなってるはずですということはもともと政策に賛成してる人たちも反対してる人たちも大体同じような割合で情報を見てるはずです。ということは情報 A をランダムに見せられた人たちの回答結果っていうのはこの情報 A を見たことによって変化した効果っていうものが現れてるでしょうと。 この情報への効果だけではなくて、もともと賛成だった、もともと反対だったっていう要素も含んでるでしょうと。で、この2つの差を取るとですね、まあ、ここの効果が消えますんで、最終的に残るのは、その人がもともと政策に反対していたか、反えー、賛成していたか、反対していたかだけが残るんではなかろうかというのがまあアイデアです。まあ、細かい証明の部分はあのすっ飛ばしますが、えー、と結果がですねこのような形になりまして、もともと外国人労働者政策に、 賛成な受け入れ賛成な人たちっていうのは、日本の交際とか日本の人口をかなり気にしてると、つまり日本のマクロ経済の状態に対して強い関心を持っているわけですね。で、その背後におそらく何がしかの危機感が、このままいくと経済規模,規模がおそらく維持できなくて、年金とか社会保障政策が持たないといううなことを背景に感じていて、まあ、このような情報を選んでると。反対に外国人 労働者の受け入れにもともと反対の人たちっていうのは犯罪とかです、ね、外国人の人の数を気にしていると一つの解釈としては反対だっていうことはまあ犯罪が増えるんではないかろうかろうとあるいは外国人の人たちがどんどん入ってきてしまってですね、まあ、日本の文化が変わってしまうんではなかろうかというような懸念があるのでこういった情報にです、ね、関心を持っているのではなかろうかというふうに解釈できます。 重要な点はやはりですね、私たちが持っているもともとの関心というものが、見る情報というものを大きく変えているということです。じゃあですね、こういった選択的情報接触があったとして、これが世論に本当に影響を与えるのかについて、次に考えたいと思います。で、この問題を考える上で重要なのは、なんである情報を見ないのか、裏返しですが、なんである情報を見るのかです。理由はいくつか考えられます。 皆さんがサメグラダムの情報を見ないということは、多分そもそも関心がない。あるいはの、さすがに僕もですね毎日見るわけではありません。なぜかというと、さすがに昨日と今日でそんなに変わらないので、す、ま、で、あ、に知っている情報は皆さん多分見ないですね。あるいは、まあ、特に深い意味がなく、ですねなんとなく見るというような可能性もあると思います。もししこういいった仮説が正しいんであれば ある情報を見ないということは、その情報が私たちの意見に影響を与えないから見ないんだということになりますで。もしそうならばですね、選択的情報接触が世論に与える影響というものは限定的になるはずです。本来ならば見ることによって意見が大きく変わるような情報を見ないから世論が変わっていくというのが選択的情報接触の仮説ですので、それが成り立ってないということになります。で、それに関してもですね、まあ、 ちょろっととした工夫ででですすす。ね、推定することができますで、えー、と結果だけお見せしますがこのですね赤い点が情報を見ることの効果です。でこの青い点というものがその情報に興味がない人たちがその情報を見た場合にどのくらい意見が変わるのかですよろしいですかちょっと面倒くさいですけども赤い点というものはその情報に興味があろうがなかろうが。 そののの情報を見見るることによっってて意ががどうう変わるのかっていうのが赤い赤点ですで、えー、と人口と外国人の人の数ですねっていうふうにった情報を見た人たちっていうのは大体5%ぐらい緩和的な労働、えー、外国人労働政策に賛成しがちになります青い点というものはそんな情報には興味がありませんって言った人たちがある種強制的に強引に情報を見せられた結果意見が変わるのかどうかが青い点 先ほどの仮説ですね興味がないから見ないんだ、すでに知ってるから見ないんだ、あるいは完全にランダムに選んでるんだという仮説が正しいんであれば、この青い点というのはゼロの付近にないとおかしいはずです。つまり皆さんの影響を変えてないという結果じゃないとおかしいはずですね。ところが、見ていただきますと、特にこの外国人の数と日本人の人口ですね、といったものに関しては、赤い点よりも青い点の方が上側にあります。イカルと 外国人の人のの数とか日本人の人口に興味がないと言った人たちに強制的にこの情報を見せると7%ぐらいの人たちが緩和的な外国人労働者政策に賛成するようになると興味を持ってない人たちに対してより強い効果がある可能性があるわけですねもちろんこの,この手の分析はどうしても誤差が入りますんでその誤差の範囲をですねこの えっと棒線で示しておりましてちょっと誤差の範囲がどうしても大きいのでこの赤よりもですね青の方が上にあるという強いことまでは言えませんただここからか間違いなく言えることっていうのはこのゼロよりもこの棒線というのは上にありますねということはまあ基本的には関心がなかったとしても強制的に情報を見せられることによってより賛成しがちになる皆さんの意見を変えてしまうということを示している図であるということは間違いなく言えます なのでこういった形でですね、まあ、関心を絞って、小さなことに絞ることによって、まあ、比較的信頼できるエビデンスというのは出すことができます。インターネット全体の効果として、ですね世論動向に影響を与えたのかどうなのかについては、ちょっと現時点でまだよく分かりません。いろんな要素が複雑にかみ合ってきますので、それらの帰結として、少なくとも今の政治動向と、整合的な形でですね影響を与えたということまでは言えません。 で今後おそらくどん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 研究が進んでいきますので関心がある方はですねぜひあのそれこそインターネットでも使ってですねウォッチングしてみてくださいで、えー、と私自身のですね、研究から言えることっていうのはやはり政治選考に基づく選択的情報接触っていうのは行われてるっぽいと移民政策に反、えーと、外国人労働者政策に反対の人は外国人の人の犯罪とかあるいは外国人の人の数に関心を強く持っていてそういった情報を選んでるんだ でしかも、見たい優先順位が低い、あまり興味がない情報だったとしても、意見に対しては非常に大きな影響を与えている、7%というのはかなり大きな値だと思います。ということがですね確認できます。これが、えー、と引用文献になります、えーと。今回の報告は以上になります。